後藤定期です。この動画、鴨頭よしひと、嫌いやわー、がっかりっていう動画です。最近ね、僕は去年の9月ぐらいに、鴨頭さんっていう人を、YouTube のなんかこう、自動で流れるったりするんじゃんか、動画が終わったら自動に流れてるのを、なんか僕が洗い物してた時に、ブログで書いてるんですけど、この話は。洗い物してたら急になんか、確か洗い物かなんかしてたら急に、なんか、おっさんの声が聞こえてきて、あ、なんか、その聞き入っちゃって、で、見たらハゲたおっさんがいて、あ、なんだこのおっさんすごいなって思って、そっから、半年までいかないけど、数ヶ月、毎日動画見てたんですよ。動画見てたり聞いたりしてたんですよ。だからもう100本以上は見てる。数ヶ月聞いてたんですよ。もう半年ぐらい。だから、もう今は全然聞いてないんですけど、見たり聞いたりしてないんですけども、最近、その、鴨頭さんが、僕だから、鴨頭さんのことを本当に、ちょっとこう、すごい結構引き寄せられたっていうか、なんつうんだろう、本当に鴨頭さんがやってる話し方の学校とかはもう入学しようかなぐらいまでちょっと思ったんですけども、最終的にはちょっと行かなかったんですね。っていうより、鴨頭さんのこと尊敬してるっていうよりも、悔しいなってすごい思ってた。なんか、考えてることとか、俺と同じだったり、俺と同じようなことだったりとかしてるのに、やっぱね、トークがすごい上手いんですよ。鴨頭さん。めちゃくちゃ上手いトークが。で、もうちょっと人をね、感動させるっていうか、うるっとさせるような、もう話術がすごい。もうね、このおっさんには勝てないなと思ったんだけども、トーク術で。だけど、俺は悔しいと思ったんだ。だって同じようなこと考えて、全部一緒じゃないよ。全部一緒じゃないけど、同じようなこと考えて、俺もテルキ塾、テルキ教ってやってるから、同じようなこと考えてるのに、このおっさんは、こんなに人を感動させたり、熱狂させてるのに、俺は何やってるんだ、みたいな形で、ちょっとすごい悔しいなって思ったんですよ。で、そっからちょっと、研究っていうわけじゃないですけども、ちょっと動画見てたりして、もう今は動画見てないんですけども、で、最近、鴨頭さん、立花さんの、賞賛絶賛する、N国党の立花さんの賞賛絶賛する動画、僕、最近3本見たんですよ。僕、全然見てないんですけど、立花さんも鴨頭さんの動画見てないんですよ。これ、なんか、おすすめで出てくるんですよ。なぜか知らないですけど。出てくるんですよ。で、それ見て、なんか、ちょっと鴨頭さん、ちょっと嫌、なんか、がっかりっていうか嫌だなと思ったんですね。で、ちょっとね、発端はね、ちょっと前に遡るんですけども、前に、鴨頭さんがまたなんかおすすめ動画出てきたときに、鴨頭さんが、なんか吉本興業の揉め事があったときに、宮迫さんとか、りょうさんのことに対して熱く語ってたんですよ。で、その時なんか、あれなんか、鴨頭さんの言ってること俺で、同意できないな、なんか、トンチンカンなこと言ってるなって、俺は感じたんですよ。でも、いいやと思ってて、で、今回、立花さんのことを絶賛、称賛してたんですよね。で、俺もちょっとね、そこもね、あれっていう風に思ったんですよ。で、これ、今日ね、3本目の動画見たんですよ、なんか。今日数時間前かなんかに上がってたやつで、どういう動画かっていうと、立花さんが、小西さんっていう、国会議員の人のところに乗り込んでった動画なんですよ。乗り込んでった動画の話をされてて、小西さんは、なんか千葉かなんかのよく被災の震災対応、震災対応か。震災じゃないか。被災の対応、をしていて、災害対応をしていて、ちょっと今、立花さんと、ちょっと話できませんって言ってるのに、立花さんが乗り込んでったっていう動画を、鴨頭さんが絶賛、称賛してるんですよ。僕は正直言うと、立花さんちょっとやりすぎだと思うんですよ。だって、被災してる対応、それを対応してるのに、ちょっとアポも取らずに、ちょっと今話しろみたいな、なんでやみたいな感じ、行くのはちょっとやっぱ、どうかと思うんですね。で、それはやっぱり相手の都合も考えないと僕はいけないと思うんですけども、僕はね、でも、鴨頭さんは、その善悪はどうあれ、正直なのどっちですかみたいな。正直なの方は立花さんですよねみたいな。立花さんのことすごい絶賛されてたんですよ。称賛されてたんですよ。僕は、と思ったんですよ。やっぱ納得同意できなかったですよ。だって、ね、災害対応をしてるのに、その YouTube で、わかんないですけど、立花さんが議論しろ、討論しろっていうのは、それは後でやりましょうって話じゃないですか。僕の考えだと。それを、ぐいぐい、本音で正直に行くのは素晴らしいみたいなこと言うんですよ。鴨頭さんが。立花さんは本音で、嫌われてもいいけど、本音で正直にやるから素晴らしいみたいな。で、鴨頭さんは、本音で正直に喋ることの大切さみたいなのを、すごく長く話すわけですよ。
で、自分もなんか本当は同意してないのにありがとうとか言っちゃったり、なんか人に気使って、本音を話さないで言う、こうやって良くないな、みたいな話をされるんですよ。で、僕もちょっとそれに触発されて、ちょ、鴨頭よしひと、俺、がっかりやわ、嫌いやわ、って動画を撮ってます。これ、鴨頭さんに触発されて撮ってます。今。鴨頭さんのこと嫌いっていう人あんまいないと思うんですよね。だから僕も、なんですか、どちらかというと好きっていうか、師匠とは思わないけれども、当然リスペクトもしてますし、刺激を受けた人間なので、あんまネガティブなこと言いたくないんですけど、ちょっとね、その、立花さんも絶賛されてるところは、ちょっと俺は、がっかりというか、なぜかというと、鴨頭義人って、まあ、スマイルマイレージをやってるぐらいですから、もう世界を変える男、そのポジティブな発言を言いまくって、世界を変える男。鴨頭さんは、偽善で何が悪いの、すごい、偽善的なことを言っても、いいでしょと。世界をポジティブに前向きに明るく変えていこうって人なわけじゃないですか。誰かを否定するとかじゃなくて、ネガティブな発言するんじゃなくて、ポジティブな発言をして世界を変えていこうって人なのに、これ立花さんとちょっと対局まではいかないとしても、結構離れてる人だと思うんですよ。立花さんは人を傷つけてても、世の中を変えていこう、NHK をぶっ壊すぞっていう本音で生きる人、正直で生きる人じゃないですか。一方、鴨頭さんは別に人を傷つけようっていうコンセプトじゃないじゃないですか。本音で、人を傷つけても本音で行こうっていう人、コンセプトじゃないはずなんですよ。前向きなこと、言葉、発言、ポジティブな言葉で、世界を変えていこうっていう人と、ちょっと、これ違うと思うんですよね。なんで俺は立花さんを、鴨頭さんが、絶賛、称賛してるのか、ちょっと、よくわからないです。ちょっと、そういう意味で、がっかりなんですよね。ちょっと違うんじゃないかなって思うんです。逆に、立花さんじゃなくて、鴨頭さんは鴨頭さんなりの世界の変え方って僕はあると思うんですよ。僕はそこをリスペクトしてるし、鴨頭さんのそういう熱さ、偽善的かもしれないけど、鴨頭さんの熱さで世界を変えていくところを僕はリスペクトしてるのに、そこを、立花さん側に寄っちゃうと僕は、鴨頭さんの良さどうなのかなって、俺は思っちゃうんで、ちょっとこの動画でちょっと言っています。ちょっと、鴨頭さんに触発されて、本音でね、俺なりの本音、他の人言えないと思うんですよ。鴨頭さん嫌いとかがっかりとか言うの言えないと思うんですよ、公で。だから僕は言おうと思いました。鴨頭さんに触発されて、これも。で、あともう一つがっかりなのは、鴨頭さんなんで今更、立花さんのこと称賛絶賛してんのかなって、俺は思うんですよね。ちょっとね、ずるいというか、なんか弱気、なんつうんだろう。ずるい、ちょっと姑息な感じを思ってしまったんですね。なぜかっていうと、僕その、去年の9月頃に、鴨頭さんのことを知って、大体。で、そっから俺、鴨頭さんのツイッターをフォローしたんですよ。鴨頭さんがどういうことを、僕もツイッター勉強中なんで、ツイッターでおはようとか、おやすみとか、鴨頭さんどういう風に言ってるのかなって、鴨頭さんのを、勉強しようと思ったんですよね。まあ、すべて、真似ようとは思わないけれども、どんな感じでやってんのかって。で、鴨頭さんのフォローしたら、その当時は俺、立花さんにツイッターフォローされてたんですよ。俺が、鴨頭さんのツイッターをフォローしたら、鴨頭さんが、立花さんのツイッターをフォローしてるのが分かったんですよ。それ分かるじゃん、そういう機能があって。なので、もう去年から、鴨頭さんは立花さんのことも知ってたんですよ。だけど、その時は去年は全く言ってなかったんですよ。僕が見る限りね、動画で見る限り、鴨頭さんは立花さんのことも全く触れてなかったんです。その時から立花さんは触れてたとしたら、俺は、鴨頭さん、すごいなと思うんだけど、なんか、立花さんが、参議院議員になって、躍進して、国政政党になって、そして、堀江さんと、仲良くなって、堀江さんからも応援されている。そういう状況になって、鴨頭さんも乗っかるっていう姿勢がなんか、俺からするとなんか、姑息な感じがして、嫌だなと思いました。もともと去年からね、立花さんを応援してますとか、言ってる人だったら、鴨頭さん、すごいなとは思うんですよ。僕は、もう去年の時点で、立花さんが参議院議員に当選するっていうのは、もう、思っていましたから、知ってる人は知ってると思うんですけど、僕はだからもう、立花さんが参議院選挙で、
当選するっていうのは簡単だって言ってたんで、だからも、我々もして、N 国党の選挙参謀だったら、こんな揉め事を起こさず、炎上させずに、当選できたし、もっと言うと、もっとそこそこ嫌われず、そこそこに、支持されながら当選することができたなぁと僕は思います。まあ、ともかくも、まあ、その去年の時点から、鴨頭さんが、その先見の明というか、立花さんを応援してたんだったら、まあ、と思うんですけど、急にね、なんか、いきなりさ、なんか、立花さんが国会議員になって、堀江さんが応援して、そしたら、鴨頭さんがなんか急にネットで言い出してっていう、なんかその、初めて知りました感がもう、なんか最近知りました感がもう、なんつうの、腹立つというか、もう去年から知ってたくせに、その、急に行き、その、立花さんがこう人気が出たから乗っかるみたいな、堀江さんもついたし、みたいな乗っかるみたいな、大悟もついたし乗っかるみたいな、大悟さんもついたし乗っかるみたいな感じが俺は嫌やなと思いまして、嫌やなと思いまして、俺は思ってたんですよ。で、最近その、鴨頭さんが立花さんの動画上げてて、嫌やなと思ってたんですけど、で、今日ね、本音でね、正直に言って、偉いみたいな、本音で正直に喋ろうよ、みたいな。嫌われてもいいじゃん、みたいなことを言ったんで、俺もちょっとそれに触発されて、ちょっと一応言うとこうかと思いました。鴨頭よしひと、がっかり、嫌いやわ、っていう動画です。まあ、まず全部が全部嫌いじゃないですけども、もちろん、リスペクトしてるところはしてますし、別に立花さんのこと僕嫌いではないですけども、立花さんも鴨頭さんもリスペクトしてますけど、その鴨頭さんのそのね、なんか、ちょっと今回のその、N 国党のすり寄り感、絶賛賞賛感嫌いやわと思いました。ということで、後藤輝基より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして美容に興味のある方、僕の友達紹介で初めて湘南美容クリニックに行かれると、僕にも5000円、あなたにも5000円分のポイントがもらえます。説明欄に僕の情報が載っていますので、それを伝えて行ってみてください。後藤輝基より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。